にちは、コセンダ塾のコセンダです。ちょっと最近ね、気になったというかですね、なんかこういろいろね、なんか結構交通事故のね話とか、その殺傷事件とか、そういったもので世間がね、暗いニュースがたくさんあるっていう状況の中ですね、嬉しいことありましたね。あの南海キャンディーズの、ね、山里亮太さんと女優の蒼井優さんがご結婚されたということで、おめでとうございますね。なんか記者会見のね、まあ、あの様子っていうのを私なんか動画でもねちょっと拝見したんですけど、なんかこうやっぱりね、なんかこう幸せそうな雰囲気が、もうね会場中にこうなんかね溢れてていて、ね、なんともこうね、あの心温まるような、ニュースというか報告だったかなというふうに思ったんですよね。でまあとりあえずね、おめでとうございますとか、非常に祝福の気持ちあるんですけど、あのニュースでちょっと思ったことが、私自身ねあまりテレビとか見ないんですけど、まあ、南海キャンディーズのね、あの我芸人の 山里さんと、まあ、蒼井優さん、なかなかねイメージとしてはこう2人がね一緒になられるっていうイメージないのかなと、まあちょっと言ってしまったら意外、まあ失礼というか、そのなんかまあ語弊を落とせるというちょっと意外なイメージではあったんですけど、まあね結構テレビとかでもね、意外なお二人だったなということで、言われてたと思うんですけど、なんか思ったのが、なかなか人間の縁とかその関係とか、誰とねにあのどのタイミングで接するかとかお会いできるかってなかなか予想つかないなというふうに思ったんですよね。であのやっぱりその人間というか、その生活とか生き方とかっていうのは、誰とねやっぱり生きていくかとか、誰と接して生きていくかっていうことが非常に重要になってくると思うんですよ。まあ、どんな友達と、どんな仲間と一緒に仕事をするかとか、どんな友達と接するかによって、やっぱり自分の生き方と考え方っていうのは変わっていきますよね。でそこでなんかすごく諦めちゃいけないなと思うのが、まあいろんな人ね、こんな人とつながりたいとか、こんな人とね縁を持ちたいっていうのは、皆さんそれぞれ理想としてあると思うんですけど、割とそれがなんかね、ああこんな人は私にはね生活には絶対関係ないから、会うこともできないだろう、縁をつなぐこともできないだろうというふうに諦めちゃいがちなんですけど、結構ですね、人間の縁っていうのは不思議なもので、なんか意外とね世界は世の中って狭いなって思うことで、結構ギュッとねすぐつながったりするんですよね。なんか統計論とかでも、なんか友達の友達をねなんか8回ぐらい7、8回繰り返せば、全地球の人類とつながる可能性があるというふうに言われてますから、ちょっとね友達の友達ぐらいにいたところで、まあ大体日本ね、日本全国のいろんな人とつながる可能性があるって考えたら、これからですね、まあ、こんな人とつながってみたいなと、こんな人と縁持ちたいなっていうふうに思っている方がいたら、諦めずにですね、そういった縁っていうのは必ずどっかでつながっていき、でその縁っていうのが、次の新たな縁を生んで、いろんな人と結びついて、それで、いろんな人生経験っていうのが積めるっていうふうに思いますので、まあ、ちょっとね、今回のお二人の結婚っていう話から少し遠ざかりますけど、まあ人間の縁、出会いっていうのは、こう様々なものがあるんですね。それによって人生変わるというか、いい方向、まあもしかしたらね、あまり良くない方向もあるかもしれないですけど、やっぱり人とどんなふうな人と付き合うか、で、どんな縁を持つかっていうことが非常に大切になりますので、まあそういった人間のつながりとか縁っていうのを、なんかこう、これからね、小中学生の皆さん、お子さんもなんかこう、大人になるにつれて、大事にしていって、いただけたらなというふうに思ったニュースでした、ね。まあ、ちょっと話はそれましたが、ね、山里さん、ね、蒼井優さん、ね、ご結婚おめでとうございました。